阿部さんに聞きたいんですけど、阿部さんバスケットってお好きですか？もう大好きですよ、僕は。いや、俺もね、今バスケ部なんですけど、バスケ好きなら絶対これは見た方がいいってのありましてですね。もう何でしょうか？ NBA です。NBA はご存知ですかね？最近の NBA はもう知らないですよ。NBA って何ってことなんですけど、ナショナルバスケットボールアソシエーションのことを指しまして、はい、北アメリカのプロバスケットボールリーグとなっております。NBA 設立されて78周年になりますね、今年で。NBA ってね、このチームだけあるんですよね。これがなんでハマったのかって、もともとバスケが好きだった、うん。NBA ってレベルが高いんで、見っちゃうんですよね。お気に入りのチームだったりとか選手ができちゃって、せめてこのチームだけでも見てほしいなっていうチームが一つありまして、ロサンゼルスレイカーズですね。ロサンゼルスに本拠地を置くチームなんですけどもね、創設が1947年、優勝回数かれこれ17回、上昇過言じゃないかなっていう、本当に素晴らしいチームだと思います、うん、レイカーズの選手っていうとやっぱりここら辺になってくるんですかね。左からレブロン・ジェームズ、シャキル・オニール、ゴール破壊したマジンですね。でお隣がマジック・ジョンソン、圧が本当に気持ち悪い。続いてお隣がジェリー・ウェスト、今の NBA のロゴになっている選手ですね、うん、そして下に行きましてコービー・ブライアント、亡くなっちゃったんですけどね、伝説のプレイヤーでございます。レイカーズのホームコートアリーナに銅像が建てられている。で次お隣のカリム・アブドゥル・ジャバ、本当にいつも気持ち悪い。彼を真似してスカイフックをやってみたりとかね。彼は身長が高すぎてダンクをね試合中禁止されるっていう。なぜレイカーズ進めるかって言ったら、やっぱり八村さんがいるからなんですよね。すごいね、日本人がレイカーズにいるんだよ。本当に素晴らしいことです。彼以外にも渡辺選手も十分すごいんですけど、もうスリーポイントとんでもない決めてたねこの前。僕知事が宣伝でもう潔がいいぐらい売名だな。補足情報なんだけど、今さジェンダーが言ってて、正直ちんぷんかんぷんとかって言ってる人もいるかもしれないけど、俺も NBA 好きだから補足情報なんだけど、何がすごいって、派手さも本当に尋常じゃないんだけど、その中でも衝撃、みんながパッて見てあこれ異常だわって思う NBA 伝説みたいなの話そうかななんて思うんですけども、身体能力が異常なんだよ。でその中で伝説を打ち立てた人がいるんだけども、ダンクコンテストってのがあって、ダンクの芸術点を審査員が10点満点で票を上げたりとかするわけなんだけども、でその中でマイケル・ジョーダンももちろん優勝したりとかねあったんだけど、知らない人が見ても異常だ、これはすごいっていう風に言えるのがスパッド・ウェブっていう選手がいるんですけども、なんとですね、彼その優勝者なんですよ、スラムダンクコンテストの。何がすごいって、彼身長168センチなんですよ。身長168センチバックダンクです。やばくない？尋常じゃないことがたくさん起きてるんですよ。オリンピックで一個伝説をアメリカチームが打ち立ててしまったんですよ。そのうちの一人がですね、試合中にビンスカーターっていう人なんですけど、2メートル10センチぐらいの人をディフェンスしてたんですよ。何が起きたかっていうと、人を飛び越えてダンクしたんですよ。やばいでしょ。2メートル10センチぐらいの人をジャンプで飛び越えてダンクしたんですよ。しかも確かその飛び越えた選手って身長192センチぐらい、その犠牲になった人が2メーター10いくつだったか で、その飛び越えられた選手が NBA を断念するっていう、人間の常識を超えるような出来事がたくさんあるんで、俺も NBA 大好きなんで、ぜひとも NBA 進めたいよっていう話でございました。